水に混ぜて飲んだりすると体にいいよなんて言われてるし、それをお水に混ぜてシャンプーの代わりに頭にぶっかけると、とにかく必要以上に油を取りたくないからやってるんです。きっと自然派な方がやるんじゃないかなと。じゃあこれがいいのか悪いのか、そうなんです、いい悪いはあなたが決めることなんです。はい、こんにちは、のべ飯店ののべです。今日はですね、重曹シャンプー、そしてクエン酸リンス、これについてお話ししようと思います。というのも、私ノブはですね、この道36年のベテラン理容師でありながら、15年前からユシャン生活をしています。なのでこのチャンネルでもユシャンのお話たくさんさせていただいているんですが、そちらに寄せられるコメントでですね、私は重曹シャンプーとクエン酸リンスをしてますよという方がたくさんいらっしゃるということを知っております。で、全くそのこと知らないよという方に説明させていただきますと、重曹は誰もが知っているね、台所のお掃除をしたりするための洗剤の代わりに使ったり、はたまたお水に混ぜて飲むと健康にいいよとか、はたまた胃薬として使えるよなんていうふうに世間では知られていると思います。それをお水に混ぜてシャンプーの代わりに頭にぶっかけると。これがシャンプーの代わりですと。そういう風な使い方をするのがまさに重曹シャンプーです。そしてクエン酸。こちらはですね、レモンなんかに含まれているあの酸っぱいやつね、酸っぱい成分。あれもね、お水に混ぜて飲んだりすると体にいいよなんて言われてるし、クエン酸もなんか他の用途で使ったりするんじゃなかったか、洗剤で使うのかな。うちなんかは確か洗濯で、妻のなっちゃんが使ってたような気がします。で、これらっていいんですか悪いんですかみたいなね、やっててとてもいいですよという人もいれば、そうじゃないよという人もいたりなんかして、で、これについて今日はノブさんが解説したいんですが、あらかじめ言ってきます。ノブさん、重曹シャンプー、クエン酸リンス、一度もやったことがありません。なので偉そうなことは全く言えないんですね。ただし大事なのはここからです。15年間ユシャンをしていると先ほど言いました。体も顔も口の中も一切洗剤を使わずに洗っています。そして髪の毛だけはですね、シャンプーすることがごく稀にあります。頭皮をシャンプーで洗わずに髪の毛だけシャンプーで洗う。で、なんでこんなことをしているのかという話なんですが、とにかく必要以上に油を取りたくないからやってるんです。では重曹シャンプー、なんでそれをするのかというとですね、きっと自然派な方がやるんじゃないかなと思います。自然派である、つまりですね、シャンプーには有害な物質がたくさん含まれているので、それが体に悪いから、その代用品として重曹のシャンプーをするという方が多いんだと思います。ノブさんはそもそもお湯で落ちる油以外は落としたくないので、お湯以上に洗浄力の強いであろう重曹で洗うということをしたくないんです。で、重曹というのはですね、アルカリ性ですので、それで髪を洗うとキューティクルが開きます。手触りが非常に悪くなります。なので酸性であるクエン酸をお水に混ぜてぶっかけると、そうすることによってキューティクルが閉じて手触りが良くなると、こういったことが重曹シャンプーと、クエン酸リンスをされている方が良いと思っている、その原理だと思うんですが、繰り返しになります。ノブさんはですね、わざわざお湯で落ちる油以外を他のもので落としたくないのでやらないんですね。じゃあこれがいいのか悪いのかというとですね、やって心地よいと思っている人にとっては良いね。ノブさんみたいに油を落としたくない人にとってはよろしくない。またはですね、そういったことが楽しんでできる方にとっては良い。そんな面倒くさいことはしたくない。わざわざね、その粉とお水を混ぜてそれをぶっかけるみたいなことが面倒くさいという人にとってはよろしくないと。たったこれだけのお話です、ね。これがいいですか悪いですか、聞いてくる方はたくさんいらっしゃいますが、いい悪いというのはですね、基準が人それぞれ違うので、いいです悪いですは全然言えないんですよ。このチャンネルいつも見てくれている方は、ノブさんがいつもこういう答え方をするなということを知ってる方
いらっしゃると思います。そうなんです、いい悪いはあなたが決めることなんです、ね、ただし当然肌に害があるということはないはずですので、お湯だけで汚れが落ちないと思っていれば重曹シャンプーをすればいいのかなと、ね、で重曹シャンプーだけで、手触りが悪いの嫌だなと思えばクエン酸のリンスもすればいいのかなと、きっと多くの方はですね、ボトルに粉を入れてお湯を入れてシャカシャカ振ってジャバジャバっとかけるようなことをしていると思うんですが、ノブさん的にはそれも面倒くさいし、お湯だけで何も困っていないので、きっと一生重曹シャンプーとクエン酸リンスはしないでしょう。決して否定してるんではないということはね、もう見てる方は分かってくれてると思います。やりたい人はどうぞ、やりたくないね、めんどくさい人はやらない、たったこれだけのシンプルなお話です。やって害があるという方はほとんどいないんじゃないかなと思いますので、気になる方はですね、まずは試してみる、これが一番いいんじゃないかなと思います。そして湯シャンのお話しするときね、いつも言うんですが、のぶさんは決して湯シャンをこのように広めたい、シャンプーを撲滅させたいなんてみじんも思っていません。シャンプーが好きな人はどうぞ一生やっててくださいねと、シャンプーしてて何も問題がない人はそれでいいんじゃないですか。シャンプーが必要ないなと思ってる人はシャンプーなんか一生使わなくてもいいんじゃないですか。のぶさんみたいに必要な時は使いますよという方はそれはそれでいいんじゃないですか。とにかく試してみる、自分の体またはまあもちろんヘアのことね、自分に起こったことを見つめてみて、あ、これがいいなと思えばやる、ね、何かよろしくないと思ったら工夫して改善してみる、たったこれだけのお話です。所詮頭を洗うなんていうのはですね、頭についた汚れを落とすという行為です。お湯だけでやろうが、シャンプーを使おうが、トリートメントをしようが、重曹で洗おうが、クエン酸でリンスをしようが、何でもいいんですよ。とにかく汚れを落とすという行為に何を使うのか、どんな風に洗うのか、これがですね、あなたにとって心地いいことをチョイスすればいいだけです。当然日によって変わるのが当たり前でしょうね。または季節によっても変わるでしょう。または年齢とともに体の変化にそれに対応して変えていくということもあるでしょう。とにかく洗うという行為は汚れを落とす行為ですので、それに対して何を使うのか、どんな風に洗うのかは、その時の汚れ具合によって、それをどのぐらい落としたいのかによって、使い分ければいいだけ。こういったお話ですので、どうぞ今日のこのお話ね、重曹シャンプーとクエン酸リンス、やってみたいなと思う方はやってみましょう。今やってて心地いい、ね、とても快適です。という方はやり続けましょう、ね。全然興味がないよという方は一生やらなくていいと思います。たったそれだけのお話です。このチャンネルの特徴です。こういった無責任なお話しますが、これが心地いいという方はですね、他の動画もどうぞ見てください。いつもこんな答え方です。そして、こうしろと言ってくれないことがモヤモヤする人はですね、あんまりこのチャンネル向いてないんじゃないかなと思いますので、他の動画もおすすめしません。ということで参考になれば幸いです。現場からは以上です。ではここからはおまけコーナー参りましょう。今日のおまけコーナーはですね、のぶさん嬉しいことがありましたのご報告です。ではここから撮影場所を変えてご覧いただきます。 VTR スタート。はい、ということで嬉しいことのご報告です。視聴者さんからプレゼントをいただきました。じゃーん、こちらです。まずはお手紙ついてましたのでご紹介しましょう。はい、お願いします。はい、こんにちは、ゴリババです。イエイ。お米里芋食べてください。 YouTube 毎回見てます。ありがとう。コメントしてませんが、ありがとう。はい、ということで、ゴリババさんから送っていただきました。はい、ゴリババさんは福島県からですね、うん、なんとのぶさんのお友達の、うん、福島県白河市の美容師くまちゃんのところのお客さんで、今回のみならずもう何回目かね、5回目か6回目か、うん、いつもね、ご自分で育てた美味しい美味しい野菜を送ってくれます。はい、そこで今回お手紙にもありましたように、里芋いっぱいいっぱいです。そしてお米も送ってくれました。こんな感じのお米送っていただきました。ありがとうございます。コメント
してませんが、うん、とありましたがね、うん、コメントしてくれたらもちろん嬉しいんですが、うん、コメントしてくれなくてもね、いつも見てくれるだけで、うん、大感激でございます。ましてね、こんな美味しいものを毎回送ってくれて、うん、しかも玄米の玄米、あ、我が家の玄米大好物、うん、はい、ということで、今日のコーナーは以上です。ゴリババありがとう、ありがとう。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。告知させていただきます。次回のライブ配信は11月10日、うん、これまでは夜9時半からとお伝えしてましたが、うん、夜9時からに変更になりました。どうぞお間違いなくよろしくお願いいたします。そして今のうちにスケジュールを開けておいてください。そしてこの信屋本店のぶというチャンネルにはサブチャンネルがございます。その名も信屋音楽館です。こちらは過去のライブ配信の演奏シーンだけを切り取って、ほんのちょっとおしゃべりを添えて、毎週日曜日の夜9時にお届けしております。今、猫のカイ君が物を落としました。カイ、カイ、来ない。おいで。こちらではですね、大人女子の皆さんの大好きな昭和の名曲を中心に私のぶが心を込めて歌っておりますので、ぜひ可愛がってやってください。URL はコメント欄に載せておきます。てな感じで、なるほど、納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。では次は木曜日に会いましょう。バイバイ。じゃんけん。はい。グーでした。ではこれの。私、女に生まれてよかった。そして、俺、男に生まれてよかった。OK! ありがとう、バイバイ。